い、どうもこんにちは、岩佐スティーブンです。一気に届いたフィギュア2、とりあえずこれで一区切りってことで、今回は SH フィギュア2ゴールドダッシュの紹介です。バイクでもあるしケミーでもあるから、まあケミーアーツと言っても過言ではない。最近乗ってるとこあんまり見かけなかったりするけど、これバイクにしちゃ商品展開早いね。ギーツのブーストライカー、まあ来るのは確定してるんだけど、ブーストライカーですら本編終了後に予約が始まってんのに、ゴールドダッシュはもう現役で来てるからね。放送中に届くというこのスピード感、グッド。というわけで今回はこちらの紹介です。ちなみに今回流れてるこの冒頭の BGM、 こちら縁あって若林隆次さんという作曲家の方に作っていただきました。なんとジョジョ3部のオープニングスタンドプラウドだったり、他にもモンハンシリーズだったり、ストリートファイター5、龍が如くシリーズなんかの音楽も手掛けていると。そんなすごい方に作っていただきました。本当にありがとうございます。なかなか汎用性が高そうなんで、今回のこの冒頭部分だったり、あの終盤の部分、終わりと始まりで試しに使ってみようかな。さあ、そんなわけでお箱の方にはもうデカデカとゴールドダッシュ、ちょっと赤っぽく加工されてるんだけど、今回ホッパー1なんかもついていきます。で、箱の横の方にはゴールドダッシュに乗っているガッチャード、もちろんちゃんとガッチャードを乗っけることができます。で、逆側の方、こっちは黄色く加工されたガッチャード。で、箱の裏にはいろんなポーズではないね、フロントビュー、リアビューっていう感じかな。ガッチャードを乗せてもいいし、ホッパー1もついてきます。ってことでこちら中身を見ていきましょう。ゴールドダッシュ、おー、なかなかいい感じの黄色、ゴールドダッシュとホッパー1で、箱の裏の方に説明書、自立のさせ方、アームが稼働する、ウィリー状態でのディスプレイ、ホッパー1のディスプレイ、基本バイクだから付属品なんかもだいぶシンプルですね。ゴールドダッシュ本体とホッパー1とガッチャードのハンドルの握り手、タイヤを挟むディスプレイパーツと、魂ステージ用のアタッチメント。まずはゴールドダッシュの前に、こっちホッパー1から見てみようか。というわけで、実質 SH フィギュア2ホッパー1。おそらく12分の1スケール。説明不要、緑のバッタ型のケミー。ちょっとツヤ消しっぽいグリーンで、複眼ところが多分クリアパーツだね。クリアのピンク色になっていて、口張りのところがうっすらとなんかベージュっぽい感じ。背中には羽が生えていて、羽のところもクリアパーツ。今お腹の下のところにこのアタッチメントつけてるけど、外せばちゃんとアタッチメントなしの状態にもできます。裏側ベージュというか、まあ黄緑っぽい感じか。サイド落とし目の黄緑で、まあ普通にバッタって感じだね。腕の付け根のところ割と筋肉っぽい造形あるんだな。後ろから見て腹のところなんかもしっかりバッタ。ちなみに足にはそれぞれ軸可動が搭載されています。ちょっとこれパーツが細いからなかなか動かすの怖いけどね。ある程度ここを動かすことによってポーズにニュアンスを加えることはできるかな。こうポーンと飛んでるような、一番でっかい後ろ足のところ伸びきっていればもうちょっとそれっぽかったけど、この細さで稼働させろって方が難しいからね。スチームホッパー変身中は多分この状態で出てくることはないけど、劇中イメージ通りの結構でっかめのマスコットバッタ。というわけでホッパー1は以上なんで、こちらメインを詳しく見ていきましょう。よーそんでいきます。ゴールドダッシュ、バイクといえば金田ブレーキ。早速自立用のスタンドを活用しよう。ビークル属性のレベル7ゴールドダッシュ。残念ながら相性がいいメカニッカにはついていない。ちなみに隣にガッチャードを添えると、あーいいね。ゴールドダッシュ結構デザインがごっついからね、サイズ的にも見劣りしないんじゃないかな。ってなわけでまずはフロントから。ちなみに僕は毎度おなじみバイク詳しくないボーイ BKB なんで、名称とか結構ふわっとしてるところがあるからお手柔らかに。まず正面から見て、まあケミーだから結構顔だね。ライトのところがブルーのクリアパーツになっていて結構目みたい。クリアパーツの向こうの方にちょっと半円というか瞳のようなものがありますね。口元にはガンダムのザクみたいなパイプ、おでこにはシルバーの矢印。ケミーはだいたい体のどっかしらに矢印が入ってるからね。ゴールドにツヤありのレッドにマットブラック、控えめなメタリックシルバーに光沢のあるクリアパーツで、ここのところも無色透明のクリアパーツ。顔だけであらゆる質感が集合してるわ。で、タイヤの方は色が赤とゴールドの2色に分かれてる。タイヤの表面しっかりゴツゴツしていて回転もあります。タイヤの側面にはなんか結構しっかりめにカバーっぽいのがついてるね。カバーであんまり見えてないんだけど、この裏側の方、わーすごいね。あんまり見えないところだけどしっかり表面の凹凸が再現されてる。ブレーキディスクってやつですか。円形の鉄板のようなものもしっかり造形されてる。前輪とハンドルをつなげてる、なんだろう、ここのポール、棒の部分もしっかりゴールドになっていて、あんまりここも見えないけど向こうのところがテクスチャー入ってる、なんだろうな、プレート的なもので、真横から見るとこれがなかなか特徴的。ゴールドダッシュのこの生物としてのアームがついています。シルバーと金の爪がついていて、
ここのところ足から結構幅広いね。上の爪と下の爪がぐわっとしっかり稼働します。横のところには赤いラインとゴールドの文字、ゴールドときて逆のところにはダッシュ、左右で合わせてゴールドダッシュ。自分の名前をしっかり書いてくれてる。さらにアームに関しては爪が開くだけではなくて、これごと横方向にグワッと引き出すことができます。引き出してある程度こう傾けたり、上下に回転だったり、結構幅広い稼働、外側に広げて爪も開いて、このカードの絵柄っぽくしてもいいね。固定されていなくてここら辺も動くのはなかなか楽しいね。で、乗ってる時目線でハンドルのここの棒のところもゴールド、末端部分が青く塗装されていたり、赤い何かしらボタン、レバーも稼働はしないけどシルバー塗装と、ここら辺もなかなか細かいね。で、これゴールドダッシュの後ろの方にはまあ何も映ってないけど、モニター的なものかな、スピードとかエネルギー残量を表示できるみたいな。で、上のところにはガソリン入れるところ、そして今更だけどゴールドがまあ美しいね。ガッチャードみたいにギラギラのメッキの感じではない。本編でも割とそんなメッキって感じではなかったかな。で、前輪部分は左右に傾けることはできるんだけど、顔のところはもう固定、完全になんだろう、このボディ部分と一体化してんのかな。前輪と一緒にハンドルが傾くぐらいで、造形的にもなかなか複雑なエンジン部分。エンジンの方は銅と銀、ゴールドダッシュで金銀銅が揃ってる。ここら辺のパイプなんかもメタリックな銅色。エンジン周りどこが何やらっていう感じだけど、相変わらず細かくてかっこいいね。こういうむき出しのメカっていうのはそそられますね。ちなみに逆側の方は、まあちょっと形状違うね。やっぱりでっかいなんか丸型のやつがある。で、オシャレポイントかな、なんか青いラインが入っていて、ブラックのパーツに関してもなんか2色ぐらいあるね。ブラックとグレーみたいな色の違いなんかもなかなか細かいわ。で、足乗っけるステップと何かしら操作をするペダル、後輪ブレーキかチェンジペダル、まあ多分後輪ブレーキかな。知らないなりにちょいちょい調べながらやっていますよ。ここのところも特に稼働はしない。逆の方にもなんか似たようなのはついてないか。これなんか操作しにくそうだな。なんかこれはないのか。じゃあなんか後輪ブレーキだけあるみたいな、そういう感じ。なんかパーツをつける余地みたいなものは感じるかな。で、ステップの後ろにはスタンド、後輪につけていたこのパーツがなくても斜めになりつつしっかり自立ができます。先端の形状とかも多分しっかり再現されてるんだろうな。で、後ろの方には結構広いね、でっかめのシートと、ゴールドの装甲の中に赤い電撃のようなライン、後ろ半分も角張り方がやばいね。さすがにここら辺はまあ分割はできないか。ゴールドメカニッカーになるとここが肩に来るからね。で、これも肩付近に来るマフラーかな。このスリットはなんだろう、排熱用みたいな。先端部分大小の穴が2つついていて、結構まあ質感的にはガンメタ、ここのフレームっぽいところもガンメタになってるから、まあ多分頑丈な鉄製とかなのかな。マフラー部分もまあ可動はないね。下半分がシルバーになっていて、後輪の方はなんか前輪と比べたら分厚い、太めの後輪の方も赤とゴールド。ひっくり返してみるとチェーンがついていて、バネの色の方がブルーなんだね。ちゃんとサスペンションがついてるんで、後輪はちゃんとこうバネで沈むようになっています。で、側溝のところにこの魂ステージ用のアタッチメントをつけるんだけど、形状的に挟み込むタイプなんだ。この下のところにパチンと、これでジョイントがつけられます。本体にあからさまな穴が開いていないっていうのもいいね。で、真後ろから見ると特になんかナンバープレートはないけど、ここのところがテールランプかな。テールランプというかウインカーというか発光するやつがついていますと。というわけでゴールドダッシュの造形と稼働は以上なんで、ガッチャードを乗っけたりして遊んでいきましょう。まずはゴールドダッシュが来てくれて喜んでるホータローというかガッチャード、うわー来てくれたんだねゴールドダッシュ、ダッシュ。ちなみにゴールドダッシュの声を務めてるのが一条和也さん。僕が知ってる作品だと、そんな結構ベテランだね。じゃあセクシーコマンドガイデンすごいよマサルさんの近藤マチャヒコの声やってるんだ。マチャヒコなんだねゴールドダッシュ。もうケミー大好きすぎて大喜び、よーしゃ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 、もうムツゴロウさんばりの可愛がり方よ。あとはかっこいい感じで傍らに立つ、これが私の愛車なんですみたいな感じでね。で、またがりガチャ、またがった状態でバイクスタンドだったりこういうパーツを使わなくても片足で自立ができる。ポーズによって足がちゃんと地面に届きますね。でも普通に乗って運転、そんな別に急いでいない普通の移動みたいな。背筋伸ばし気味で登場、足もちゃんとこのステップのところに乗っていますよ。なんかちょっぴり新仮面ライダーっぽいかな、あの正面から見てもいいね。で、前かがみになって駆け抜ける、しっかり魂エフェクトのウィンドブルーバージョン使っていますよ。これなんか俺買った後で
で半額ぐらいまで下がっていたな、値段。アマゾンで。もう一個ぐらい買おうかなってちょっと迷ったよ。青い風なだけにいい感じに疾走感が出るね。フロントを中心にこの風を切る感じ。なかなか疾走感が出ていいな。お次は車体を思いっきり傾けてカーブ。エフェクト買ってよかったな。このギュイーンっていう勢いの感じがすごい出しやすい。ガッチャードそもそも首可動結構優秀だからね。引っ張り出せば伸びたりするし。乗りながらガッチャージガンで攻撃。ガッチャージガンも最近見たり見なかったり、あんまり見てないような気もする。近接武器ガッチャートルネードでもバッサバッサ切りながら走っていく。走りながらの攻撃っていいよな。バイクシーンね、まあ、こればっかりあのなんか道路交通法とか、法とか許可とかなんか難しいことになっちゃってから、なかなか難しいからこそフィギュアの方ではいろいろやろう。で、アタッチメントを使ってポーンと飛び上がる。全然やっていなかったアームの展開も使ってね。やっぱりバイクに乗せて遊ぶのも楽しいね。あとはせっかくついていたけど全然使っていなかったホッパーを乗せてもいいね。基本的にゴールドダッシュの石でも動いてくれるだろうから、搭乗者が運転しなくても多分どうにでもなる。イレブンスティーブン。はい、というわけで今回は SH フィギュアーツゴールドダッシュの紹介でしたが、いかがだったでしょうか。ケミーアーツ兼バイクアーツ、まあ、ほぼバイクだけどね。結構早めに出てきてくれたバイク。ガッチャード乗せてもいいし、このアームの部分が稼働するからね、ちゃんとケミーとしても楽しめる。加えて稼働するホッパーワンなんかもついてきて、買うとよりガッチャードの楽しさが倍増する感じがありましたね。相変わらずまあ詳しくはないけど、バイク的にもなかなか造形細かいし、いろんなアクションが撮れて楽しかった。あと魂エフェクトのウィンドウの方ともなかなか相性が良かったから、これ動画出してる段階ではちょっとわかんないけど、結構これ安めになってるんで、エフェクトなんかも合わせたらより楽しいと思います。そして冒頭部分に引き続き、締めの部分でも若林貴嗣さんに作っていただいた曲を使ってみたけど、冒頭と締めの部分どっちにしっくりきてるかってのもね、よかったらコメント欄の方に書いてみてください。というわけでここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。